青木信幸は、日本の実業家、大都魚類株式会社代表取締役社長を、務めた、北海道出身。1974年北海道、大学経済学部卒業、太陽漁業入社。2000年マルハ食品管理部長。2002年マルハ食品本部副本部長。2003年マルハ取締役。2005年マルハグループ本社取締役常務。 執行役員2006年マルハグループ本社常務取締役経営企画本部長2011年マルハ日露ホールディングス専務取締役2012年から大都魚類代表取締役社長を務め築地市場移転問題への対応に当たるなどした2017年大都魚類取締役相談役この人に聞きたい第351回マンパワーを 最大限引き出す、大都魚類取締役社長、青木信幸氏週刊水産タイムス、12-07-35、大都魚類、元マルハニチロ HD 専務の青木氏が、社長に流通ニュース2012年5月18日、2010年3月期遊課、証券報告書 PDF マルハニチロ大都魚類第70期遊火、証券報告書、大都魚類、社長に、 青木のブユキ日刊工業新聞2012年5月21日5時、黒マグロ7420万円、移転延期の築地市場毎日新聞マイナス2017-01-04、新社長、大都魚類、網野博美氏、サンキビーズ2017.595時。ありがとうございます。